ジョシュ・クリングホッファーは、アメリカ合衆国のミュージシャン、音楽プロデューサー。レッド・ホット・チリ・ペッパーズ3改前から、ツアーのサポートメンバーや、スタジオミュージシャンとして、多数のアーティストたちと演奏した経験を持っている。クリングホッファーは、15歳で学校を中退してから、多くの楽器をこなす才能あるミュージシャンとして、若くして、音楽の世界で頭角を表した。 最初のレコーディング経験は、ボブ・フォレストをボーカルに据えた、バイシクル・シーフという短名に終わったバンドの楽器奏者としてのものだった。2000年に行われた、レッド・ホット・チリー・ペッパーズのアルバム、カリフォルニケーションのツアーでは、バイシクル・シーフも前座を務める機会があった。カリフ・ノケーションツアーの一部を収録した、オフ・ザ・マップにはアンソニーが助手と挨拶を交わすシーンが、 収められている。クリングホッファーは、フォレストが率いたまた別のグループである、セロニアスモンスターにも一時的に席を置いたが、このバンドは、かつて、ジョン・フルシアンテが、レッド・ホット・チリー・ペッパーズ加入前にオーディションを受けた、バンドであった。ツアーのサポートメンバーや、スタジオミュージシャンとして関わったアーティストたちには、バイシクル・シーフ、ナールズ、バークレイ、ベック、バット・ホール・サーファーズ、 ザ・バット・ホール・サーファーズ、ジョン・フルシアンテ、ゴールデン・ショルダーズ、ジョン・ブライオン、ジョン・ブライオン、ネオン・ネオン、PJ、ハーベイ、スパークス、ザット・ドッグ、セロニアス・モンスター、ザ・インセクツ、ザ・フォーマット、ビンセント・ギャロ、ウォー・ペイントなどがいる。レッド・ホット・チリー・ペッパーズ3改前に、 クリングホッファーの名が最も知られていたのは、おそらくは友人であるジョン・フルシアンテとの共作アルバム、エース・フィア・イン・ザ・ハート・オブ・サイレンスや、フルシアンテのソロアルバムへの貢献によって出会ったと思われる。2004年、クリングホッファーとフルシアンテは、フガジのジョーラリーを加え、アタクシア名義での活動を行った。短期間のうちに、彼らは2回のライブ公演を行い、 2枚のアルバム、オートマティック、ライティングと、オータムウィンター2を残した。2枚のアルバムの間には3年のブランクがあるが、両者は、同時期に一挙に録音されたものである。以下がジョンと共同で作成した作品である。2007年、レッドホットチリペッパーズのアルバム、ステーディアム・アーケーディアムのツアーの途中から、バックミュージシャンとして参加し、バックボーカル。 キーボード、サイドギターを演奏した。2009年5月8日、レッドホットチリーペッパーズのアンソニー・キーディス、フリー、チャド・スミス、ローリング・ストーンズのロンウッド、ネビル・ブラザーズのアイバン・ネビルとザインセクツという名義で、ミュージケアーズ財団のイベントで共演した。このイベントは、自身も、薬物依存症経験のある、キーディスが、他の薬物依存者の治療とリハビリテーションを、 支援していることを称えるものであった。2016年、ザ・ゲッタウェイ・ワールドツアーにて。2009年、新たに、ドット・ハッカーというバンドを結成し、取り上げる曲の多くを手掛けるソングライター、ボーカリスト、サイドギター、ピアニストとして活動し始めた。2009年10月、レッド・ホット・チリー・ペッパーズと共に、 スタジオに入り、バンドの10枚目のスタジオアルバムのレコーディングを始めた。10月29日には、レッドホットチリーペッパーズと共に、今回は、リードギターとして、ニール・ヤングを称えるミュージケアーズのステージに上がり、ヤングの曲、男は、女が、必要を演奏した。2010年2月8日、チャド・スミスは、クリングホッファーが、 フルシアンテに代わる新しいギタリストであることをインタビューで断言した。2011年、レッドホットチリーペッパーズとしての初めてのアルバム I'm with You が発売された。2012年4月、レッドホットチリーペッパーズとしてロックの伝道入りを果たす。スティービー・ワンダーの38歳という記録を更新し、史上最年少の32歳となった。 2016年5月、レッドホットチリーペッパーズでの自身の2枚目のアルバムとなるザ・ゲッタウェイが発売される。同年にザ・ゲッタウェイワールドツアーが開始、2017年10月18日に終了した。2019年12月、前ギタリストであるジョン・フルシアンテの再度復帰が正式に発表され、それに伴い、レッドホットチリーペッパーズから脱退することになった。 ありがとうございます。